皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局、メインパーソナリティの竹本かやです。この番組は廃棄物処理と業界のあれこれをお伝えする何でもありのインターネット番組です。業界の方もそうでない方も廃棄物処理や管理について役に立つ情報を楽しみながら学べる30分となっております。今回はいい処理業者、悪い処理業者の見分け方をテーマにカンアラメンバーでお届けしていきます。それではカンアラ情報局始まります。その前に CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。はい、今回は、いい処理業者の見分け方をテーマにお届けをしたいと思います。さて、廃棄物処理を委託するのにいい業者を選びたいというのは搬出事業者の廃棄物管理者さん、担当者さんは必ず思うことだと思うのですが、実際どの業者がいいのか悪いのかを業者側の視点で今日はお届けしたいなと思います。皆さん覚悟はよろしいですか？一般的に優良事業者認定を受けている処理業者がいい業者だと思われていますが、岩田先生、これは正解ですか？半分正解やな。半分正解。半分正解ね。環境省もそんなこと言うてへんから。実は。必ずしも適正な処理するとは限らない。一定のハードルをね、基準を超えただけだから、結果的には自分の目でやっぱり確かめないかんねんけども、私逆に言ったら良い処理業者よりも良い排出事業者を先ね見分けたいな思うぐらいや。ああ。どっちかだね。そうですね。良い排出事業者ね。ちゃんと分別してくれて、きちっと出してくれて、お金もちゃんとくれて、ね、ゴミもお金も、そういうのどうやってこう見分けるのっていうことを俺は聞きたいと思うね。神様ですね。ね、出会ったことない。そういう切り口からもね、面白いなと思うんやけども、良い処理業者っていうのを見分けるというのがテーマなんで、そっちの方でね、話を、ね、進めていきたいと思うけども、今言うと優良認定は一定の基準を超えたということやから、ね、だけど、ね、あれ結構ハードル高いんよ。高いです ね。だからある意味ね、文書管理はちゃんとできていないことはまだ保証できるわ。それと、財務管理とか社内の体制もそこそこ整っているなっていうところは評価できるけども、実際ちゃんと処理しているかどうかは現場行ってみれば分からへんと思うね。排出事業者さんがいい処理業者っていうその定義もね、曖昧やと思うんですけど、何でも取ってくれる、ね、そう、いい業者さん、それがいい業者、安くて、うん、安くて何でも取ってくれて、何も言わんて、マニュエーションも書いてきてくれて、契約書も作ってきてくれて、無理難題聞いてくれる業者さん、それがいい業者さんやな。寺井くんは結構その大手さん、この間ね、環境キーワードの時に RE100 とか難しい、なんか最近のトレンドのキーワードとかいっぱいあった時にちらっと言われてたのが、結構こう排出事業者さんから求められるレベルが高すぎてわからない時があるとかいうことをおっしゃってたんですけど、何を言ってんだかわからないっていう。やっぱりその辺でね、京都の、上場企業さんとかはから聞いた話では、そのやっぱり廃棄物処理で何か困った時に、あそこの業者さんの営業さんやったら聞いてもええかなとか思い出せる業者が一人もおらんっていうのは前に言われたことあるんですよ。それだけなんか契約する時はホイホイ来るくせに後のフォローがないとか、なんか必要な情報とかも教えてくれなかったり、なんか自分でこう調べるしかないっていうのが結構あったんですけど。そうですね、僕はやっぱりいい業者っていうのは処理業者から見ても排出業者から見ても正直な会社やと思いますね。苦手なものは苦手、できないものはできない。高いものは高い、安いものは安い、
がはっきりしてる会社だと、まあ、やっぱ横の会社同士なんでお互いボールの受け合い出し合いってするんですけど、はい、変な駆け引きをされても、うん、できないものはできないって言ってくれる方がすごい助かると思いますし、うん、やっぱお客さんの話聞いててもその業者ってそんなことできたかなっていう取引をされてる話も聞くので、うん、まあ、そういう意味で目の前の売り上げに走らずに基本的に何ができて何ができないかっていうのを正直に伝えて、うん、もう別にセミナーする提案するまではいかなかったとしてもできないものはできないですってはっきりちゃんと伝えれる会社だったらまだいいんじゃないかなと思います ね、うん、そうですね、うん、うち何でもできますよとかあるもんね。何でもできます。一番怖いです。一番かんない。一時期流行りましたよね、そのトーク、うん、営業トークね。営業トーク、何でも入れますってね。特に営業がそれ言う会社が一番怖いですよね、うんうん、工場の工場長がそれ言うとちょっとなんかすごいポテンシャルあるのかなと思うんですけど、営業はちょっとね。僕はね、もう一つはもう一つ基準にしてるのは廃棄の種類をね、はっきり言える業者、はい、これなんですかって、いやそれはミンチかなとかね、うん、それ参拝ですわ、いやいや参拝分かってる参拝分かってるや、その20種類あるでしょ、それははっきりと言える業者ね。うん、で今言ったライクみたいに分からんもん分からん言うてくれたらええね、うん、それまた機械いいやからね、うん、役所なり知ってる人は機械いいやけども、いやいやそれはもう根菜やからうち全部持ってきますわ。そうですね、それはあかんと思う、うん、そういう言い方をするとかね、きちっとね、これは種類で言ったら何です何です何です言われて、こういう処理をします、最終的にはこういう形でリサイクルしますとかね、焼却しますとか、はっきりその工程の最後のね出口まで説明できる会社、うん、それがやっぱりいい会社だと思うよ、うん、そうですね、うん、そうですね、何でもかんでも根菜言われたら腹立ちますもんね。一番高いですもんね、根菜が何やったらっていうのが、ね、基準が曖昧やからそう、うん、なんか電線あるじゃないですか、電線の外側にゴムみたいな黒の皮かぶってるじゃないですか、うん、あれだけをしたらハイプラで処分できるかって聞いた時も、いや根菜ですって言われた瞬間にちょっと腹立って、あれだけなのに、あれだけなのに、まあ、こう積んであるから、うん、中にね、ひょっとしたら電線の崩れ入ってるんちゃうかないう思いで言うたんだよ。そうだから、そういうのをね説明してもらうと、うん、あそういう解釈ね、うん、とかなるんですけど、あこれ根菜って言われたら、えこれだけやのに、うん、って、だからそれはちょっと不親切やなって思ったことなんですよ。根菜っていう言葉がね、もうめんどくさがってる証拠やんか、うん、ね、めんどくさがってる仕事をね、うん、めんどくさってる人がするいうことはちゃんと処理できるかどうか分からへんね、それね、うん、だから種類はねすごい、これはこれですねって20品目にカチッとね当てはめながらも、根菜の場合もその中に入ってる品目をちゃんと言ってくれるところは親切やなと思いますね、うんうん、まあこのねテーマはちょっと2週続けてやろうかなと思ってるんですけど、うん、来週はねちょっと現地確認行った時に、その会社を訪問した時に見るところ、うん、まあ先生得意なところですよね、うん、見るところとかそういう話をちょっと中心的にしていきたいなと思うんですけど、今日はどちらかというと問い合わせした時にこんな対応とか、あと営業さんの対応とかをメインにちょっとお話をしていこうかなと思うんですけど、うんうん、やっぱり業者から見てもここあかんなっていうところってあります？先ほどお客さんの方が前のはこういうやつ出した時はなんぼでできたから今回もこれぐらいでできるよなっていう、あ排出事業者側、うん、もうその値段を言ってくる人っていうのもいる時が困りますね、なんであなたの差し値でこっちが仕事をこんだけで前これやから今回もこれよねっていう、まあ、あとこっちに勝手にこっちの作業量を勝手に予測して、これぐらいやったらこれぐらいできるでしょって言われるやつ、うん、そういう配信業者います？大手でもいますよ、うん、はあ、すごいですね。それは実はね、それは原因があって、うん、産廃業者、廃棄物処理業者が原価計算ができてない、ね、うん、相場で言っとったから今まで、あ相場で相場で大体、まあ、一社なんぼやろういうこと言ってたから、うん、そうじゃなくてちゃんとね、初めの頃、まあやむを得ない事情があったんやけどね、そういう相場でやらなあかんってあったんやけども、きちっとやっぱり距離何キロあったらなんぼですよとかね、あと、積む大きさもせやし、手間もせやんか、そういうことをきちっと出せて原価計算ができて、できてたらそんなこと言わへんわ、根拠があるからちゃんとね。だけど大体そうんであれでしょ、ライバルが来たら安いよ行くじゃないですか、行きますね。で あそこなんぼ言うてまんねん言うて、1万円言うてますわ言うたら、うんだうち8000円で行きますよ、なんか
それこそね、価格自体に信頼性がないから、うんうん、ないから逆に配送事業者はここはね、なんぼで行ったら一挙るわと思ってまうわけやんか、うん、ああ、そういうあの代々続く教育がされてないんですね。そう業界的にそういう交渉が当たり前じゃないですか。だからあの配送業者としてもこの業界に対しての価格交渉はそうすべきだってなってるんだ。企業の購買担当者によっても、うん、やっぱりあのサービスをちゃんと従事しないといけないところはそうしますけど、産廃業者なんかも行政の入札が相通で安さじゃないですか。でもその時点であのそういう見られ方しかされてないのかなって。で我々浜田なんかは結構従業員への教育とかもお金をかけてる方だと思うんですけど、うん、その分あの費用って乗せないといけなくて、うん、ただその代わり従業員ドライバーとかはあの教育はしてるつもりなんですけど、その分のサービスっていうのを評価してもらえるかどうかっていうのがなかなか今、ね、サービスとしてはなかなか目に見えないから評価しにくい、配送業者もねしにくいというところがあって、同じ処理品質あっていうかな、処理品質も見にくいやんか、ねね、ただ単に捨ててるだけのとこもあったり、あったり、あとリサイクルきちっとねリサイクルして、循環資源に戻してるとこもあったり、どっちを評価するか言ったら安い方を評価してもらうね、うん、安ければ一中評価になっちゃうんで、それもやっぱり、業者側がやってしまったというか癖をつけてしまったかもしれないね、そういうこと、まあ、今までの悪しき慣習ってやつですか。でももう時代は変わってますからね、うん、その廃棄物処理業者さん の, その営業の仕方って言ったらあれですけど、やっぱりそのお客さんへの提案の仕方とかだったりとか処理方法も変わってるじゃないですか。正直、うん、昔はもうごっさで燃やして埋めたらもうええわみたいなのが、今は違うじゃないですか。もう徹底的に分別、もういかに分別ができるか、うん、なんとかこう循環へ戻そうとするね、循環へ戻そうとすることをやってるからね、うん、だから手間がかかって、その分なんかね、あのなんていうんですか、設備も高度なものになってたりするので、うん、その分やっぱりちょっと上乗せせざるを得ない部分はあるとは思うんですが、その分ね、あの排出事業者さんはきっちりこう分けてプラスチックでもあのハイプラでも何種類もあるじゃないですか。同じハイプラでもそれもきっちりこう分けれるんやったらいいですけど、うん、そうじゃないとやっぱりその業者側にお願いしてお金払ってやってもらうっていうところで、まあお互い様なんですけどね。最近ちょっとびっくりしたのはね、はい、IS の審査行って、はい、環境マネジメント行ってね、まあ、最後まあゴミの置き場とか産廃の置き場とか、うんうんうん、契約書もいいんやけども、ゴミ出ませんとか、ゴミ出ません。ゴミ出ないんですか？えって、うん、実際出ない。持って帰るんですか？産廃ね、産廃で。一般廃棄物の、まあ、事務系の一般廃棄物出してるから、うん、で事業の中、まあ事業の種類にもよるけども、うん、事業の中ではもうゴミを出さなくて、再生利用したりとかリサイクル出せるするんで、純粋な産廃出ないとか。そうすごいですね。びっくり。2回ほど、ここ2回ほどね、そのとこ出てきて、審査のしようがない、そうなって、あ、そうですか、これ該当なしになってまいけどな。まあ、それは何か製造業者さんですか？製造業の、まあ、事務部門とかやけどね、製造現場ではきっとは、それは参拝は出るけども、事務部門、うん、あのサイトによってこう審査があるから、あ、はいはいはい、昔だったら何とか出たんよ、その置き場を作ってね、うん、もう今、出ないってなってるね。でペットボトルなんかでも出ないんですか言うたら、いやいや、うちはそういう飲料は全部そのサーバーで出してるから、うん、マイコップとかなんかでやってる、出ません。あ、そこまで出て出ません。びっくり、2か所だったけど。先生でもびっくりすることあるんですね。あるわ。びっくりするわ。ほーじゃなくて、あ、そうですか、ね、なんかそんな経験をしましたね。僕もでもそれで昨日ちょうど話した会社の社長さんがいらっしゃったんですけど、うん、そこの会社の出資が銀行系のところが入ってたりするんですよ。銀行とかあのファイナンス系のところが入っていて、でその人たちの資産を処理するためだけの解体業者とか産廃業者の会社を作ったんですよ、うん、なんでですかって言ったら、この業界の保証能力とか考えた時にもう資産をそこに任すのが不安やと、だからもう自分たちで会社作ることにしましたって言ってました。リスク管理やな、リスク管理で、完全にリスク管理やな。なるほど、はい、だからあの考え方としていい会社はいないから自分たちでいい会社を作ろう、おー、すごい、はーっていう考え方 で基本的に中間処理とかは設備はあのなかなか取りにくいので、はいはい、まあ、その先にもっと信用能力の高いところをもうその会社が選定していって、基本的にそこの会社は例えば収集運搬だとか、あ、なる
あの階段の工事業とか、うん、そういうところを中心にされてるみたいですね。でメリットとしてはもうそこに出資しているのでお金がどんどんそこで回っていくんです、うん、要はあの銀行系の資産とかリース会社さんのリース廃棄をそのこの会社に頼めばそこの売り上げになって要はそこ のグループ内でお金が流れていく仕組みになるんです。利益はかあの株主還元するからね、出資者に還元するから、うん、なるほどね、うん、みたいな仕組みを作られてるところがあって、うん、今後空き家問題だとかリースの、うん、まあ、廃棄でどんどん出てくると思うんですけど、ね、その会社5兆円ぐらい資産があるみたいで、うん、元親会社はその5兆円分をどういうふうに処理しようって考えた時にもう他社の業界に5兆円分の資産廃棄を頼むとリスクが大きすぎると、うん、だったら自社でもう一本化して、うん、そこの会社の中の売り上げとして回すことで収益を上げていこうで、かつ余震管理もできるのでうまいこと作らはるなそれなって、あの役員のリタイア先にも使えるしね、そうね、そうなんです、あの銀行で稼げないというか、もう稼げないよね、稼げないもん、今ね出向者とかをどんどんそこの会社に増やしていって、うん、儲けようっていう話を、ね、この昨日されてめっちゃ賢いですねって言いました、うん、確かに確かにそれ、いい業者、信用できる業者がないから自分らで作る、それは我々リサイクルのことは分からないです。ただお金に関しては信頼できる会社がこの先あるかどうかで言われると、まあ安心できる会社が少ないですとは言ってましたね。まあ先生教えてのコーナーでもお金の話してましたけどね、うん、やっぱりお金はお金のことになるとやっぱり信用が、うんうん、そうや大事や、大事ですね、うん、お金のことはね、この先5年10年10年後になった時にどの業者が生き残ってるかって言われると、うん、今正直分からない状況の中で最低限お金に関しては保証しつつ自分たちの目でしっかり業者を選定するっていう業界にとって脅威もね、そういうところができてしまうと、そうなんですよ、うん、なおさらそうなってくるとやっぱりあの資本の強いところとかに仕事が流れていくのかなって、うん、昨日聞いて思いましたし必死に営業しましたね、先輩協会の機能の一つにね、あの有料事業者をこう育成さないかんのに、ありますね、それがちょっとできてないやんか、なかなかできてないですね、うん、それがもったいないな思うけどね、うん、なんかそれをまあ考えて、逆に参拝協会に入ってたら配信業者がね、うん、参拝協会に入ってたら信頼できるなというぐらいまでね、うん、持っていかんとあかんと思うね、本来そういう義務権とかも参拝協会とのタッグとか、うん、タイアップとか、うん、いう形が取れると本当はいいんでしょうけど、うん、業界があんまりそこはリードできてないような気がしますね。でまあ、こんなにもね廃棄物とか資源循環とかの環境が今目まぐるしく変わってきてるじゃないですか、状況もね、じゃ あ, あのそのコストの問題であったりとか、まあ、処理ができるできないっていうのもあるんですけど、やっぱりもうこの間うちもあったんですけど急に値上げされたっていうのが、で契約書はって言ったら契約書また持ってきますとか言って、でも契約書言ったら先に契約書先合意があってから、うん、でそれで値上げにね分かるじゃないですか、契約書に値段書いてるから、うん、それから回収してくれるやつはもう先値上げします、いつからね値上げします、うん、そればっかりで契約書はって、私3回ぐらい契約書はってまだもっと持ってきますとか言って、分かってますよねって、分かってます、うん、先持ってきてよって言ったんですけど、やり方が違うよね、うん、びっくり、いきなり、うん、あ来月から価格が何円になりますって言われて、うん、ちょっと待って何円って3倍とか言って、うん、びっくりするわって、そこら辺が違うんやのね、さっき言ってた、うん、業界、自分の業界の、ね、そしたらやっぱり考えるのは、うん、まあ廃棄物処理業界知ってるとはいえ、うん、あそこの 業者なんなんって思うじゃないですか、じゃあ他の業者探そうかなとか、うん、そうですね、うん、ちゃんと分別方法教えてくれるとこ探そうかなとか、うん、なりますもん、やっぱりその辺のコミュニケーションですよね。そうね、うん、だからいい処理業者さんって、うん、まあちょっとその対応が良かったりとか、うん、教育がされてたりとか、社内情報っていうか、まあ企業情報がこう開示されてたりっていうのもあると思うんですけど、やっぱりこのその担当者とか会社とのコミュニケーションがしっかり取れるところがいいなとは思いますね、うん、なんか皆さん結構口下手やからあんまりもの話口下手っちゅうね例えばその商品作ったとこやったら改良してこんなんで説明いけるやんか、うん、ね、ゴミの処理
説明行かれへんからまあ説明行かないですけど、この時代はやっぱりね、だからそこでどういうね、あの提案をしていくかっていうことがテーマになるんやけども、うん、あの先ほどちょっと言いかけたけど、処理した後の最終のとこまでをね、うん、説明できるように、出口のところ、ね、うん、出口最後こんなになりますよってね、うん、あのハンガーになるんか分からへんけども、プラスチックだったらなったりペレットになったり、そこまで説明していって、こういうことに貢献してるんですよ、説明話のきっかけにね持っていくということをしないと、うん、なかなかそのコミュニケーション取れへんのちゃうかな。あとあの、うん、罰金取られたっていうとこありました。なの、あの排出事業者さんが処理業者さんから罰金取られたって、これ分からへん、罰金の意味が分からへんって、何の罰金ですかって言ったら、うん、今までその糸管の中にペンキとかあるじゃん、塗料とか、うん、あれをまあ一緒に出してたのに、その今分別しないといけないから、その分別の手間賃として分別で出してくれたら いいけど、分別で出してくれてないから罰金としてって言って取られたんですけど、どういうことですかって、この前私その会あの処理業者じゃないんですよ、うん、竹本さんゴミのこと知ってるからどういうことですかって言われて、いやもう その処理業者に聞いてくださいって、うん、言いにくいよね、うん、いやびっくりしました。罰金という言い方がまずそう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 、少々まで、うん、あの手間賃とかな、それ手間賃やと思うんで、罰金じゃないと思いますよって、罰金って何の罰金ですかって言われて、うん、捉え方がそうなってるんです、うん、だからそういうね、あの言葉、その手間賃とか運送費とか、なんかそういうね言葉もね、きちっとね、あの適切に使える業者さんがね、いい業者なんかなっていうのがね、やっぱり語彙力頑張りましょう、はい、処理業者頑張りましょう、語彙力、はい、何の話やねんっていう話ですけど、じゃあまた次は来週はですね、次現地確認行った時に会社のここを見ましょうという話にしていきます。はい、それでは先生教えてのコーナーです。 CM です。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになる、シャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、先生教えてのコーナーです。今週は先週に引き続き、うん、テーマお金で、お金、お金っていうか財務省やなお金、まあお金、はい、企業はやっぱり継続するにはお金が必要やいう話だね、うん、で参拝業もその許可申請の時に経理的基礎って問われるやん、はい、経理的基礎っていうのはその企業、その参拝業者が、うんうんうん、そのずっとお金の面でずっとこう継続できるかどうかをチェックする話やな、はい、うん、ね、で財務省と言ったらその参拝業の許可申請の時に添付する書類があるんやけども、何でしたかね、竹本さん、ん、添付する書類ですか、あの経営的基礎を見るために添付する書類やけども、許可とか更新とかの時ですよね。そう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 、賃借対象表と貸借対象表、あ、貸借貸借もうね、私ね今日ほとんど寝てないんですいません、はい、貸借対象表と、うん、あと損益計算書と、うん、あと何があったかな、うん、あと何ですかね、うん、見ながらでいいよ納税証明書でしょ、あ、納税証明書な、この株主資本と変更計算書とかって言いましたっけ、いるの、個別中期表いるのあ、確定申告書の写しは、写しはいるな、はい、うんうん、いります。もう一遍言うとな、貸借対照表やな、損益計算書、うん、株主資本と変動計算書、それと個別中期表、それと納税証明書と確定申告書の写し、うん、この6つは絶対いるんよ、ね、うん、どの会社でも、どの会社でも、あの個人営業だけ、法人だけで全ているね、うん、竹本さんの書いてる本の中ではこれプラスキャッシュフロー計算書ってつけてるやんか、うんうんうん、ね、その会社をの中身を見るときは、はい、貸借対照表と損益計算書とキャッシュフロー計算書、うんうん、この3つを見たらいいですよって書いてる、書いてましたね、書いてましたね、自分が書いた本やもう何て、まあ、あんまのない前やからな、だいぶ前ですかね、忘れたかもしれんけど、忘れたらあかんがな、これはなんかね書いてましたね、うん、なんか、うん、お金の流れを見ましょうみたいなところですよね、そうそうそう、うん、あの
まあ、あと話し合ってすいませんまずそのな3つ言うたはな確かそうやねん、はい、そうあの株主と資本、うん、変動計算書とか個別受給とかこの辺あんまり意味ないんやなあの普通のこの人にとったらな貸借対照損益計算書キャッシュフロー計算書この3つやっぱり 見ときたいな思う僕もそう思いますとりあえず見ときたいな思うね、うん、この3つなんでまずやな最低限の社会人としてね、はい、ね最低限の知識として貸借対照表からいきましょうか、ね、はい貸借対照表ってなんで貸借対照っていうの竹本さんん対象なんで、うん、これ時間足らんようになるかもしれないなれ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 わかりませんよ、ね貸借対照表って、はい、どんな字で貸借って貸したり借りたりですよね簿記やったことあるかなあのちょうど左側に書くのははあれ何やったかな借り方やな借り方ってことは、うん、借り方やな、うん、借り方と貸し方ですよね借り方より出ていく方や貸し方やな右に書くのかな貸借やだから、うん、な貸し方借り方を、うんあの並べて照らし合わせて書くから貸借対照表や、はい、で、BS っていうか貸借対照右側は入ってくるかなどっからお金を調達しましたかっていうこと聞くでな、うん、それは何に使いましたかっていうのを左かな、はい、借り方に書いてあるなだから貸借対照やな分かった、はい、寝てないようやけどももうずっと、ね、英語では英語、うん、なんていうの英語、うんBS ってやろバランスシートやあ借りたお金とバランスシート借りたお金 と使ったお金はプラスマイナスゼロにならないバランス取れなきゃいけないかな、はいそうですね、100万円借りたら100万円何回使いましたやろそうです、ね、使ってなかったら現金で残ってることやからな、うん、そういうことでバランスシートっていうわけやな、うん、だから右と左の最後のところの金額が一緒なんですよね、うん、そう一致せなきゃいけないことやな分かってるかそれ分かってますもうでこれはずっと見てましたけどそうかそれはもう社会人としてやっぱり最低限しとかなあかんことなんでな、うんまあ、中身までちょっと今日は話できへんけども、はい、そういうことで対策対象のことをねまた、しっかりと見ておいてくださいバランスシート貸し方、はい、借り方、ね、語彙力やで、ね、語彙力ねよろしくお願いしますはいあもう時間ですわ先生時間でしたね、はいはい、そしたらまた来週続きはまた来週、はい、ということで、はい、今日も明日も一日ご安全に、はい、また来週